奇跡の勝負が実現しました。ミンゴルが強くなりたい、そう願って入学し、実際に強くなったコバダイ、イワヒョンさん。対するはコバダイの言わずも知れた名誉教授エグゼさん。さあ、そのゴーストとの戦い、イワさんは勝って下克上となるのでしょうか。鬼畜も2人とも使っているギアはアルツーギア。申し遅れました、実況は私、ミンゴルにはお酒が手放せません、アルチュー小橋でございます。はい、さあ岩さんはこの416ヤードの、ミドルですね、手堅く置きに行きました。対するはエグゼさん、なんと411ヤードの低反発で乗せた、 5.8 メートル残し、さあさあ岩さん、これはこれはだやばいぞ、エグゼさんがパットを決めたら負けてしまう、これでチップインしたらでもでかいぞ、ポイント的にはでかいぞ、さあどうなるどうなるどうなる、慎重に、さあいった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 、ウルトラショット、まあまあポイントはいいぞ、いやーただ極みジャスパのエグゼさん外したってことはどうだ、岩さんも極みジャスパ持ってるぞ、さあさあ慎重に慎重に、さあ慎重に慎重に、ずらしてずらして、これを決めたらでかいんじゃないか、勝つんじゃないか、果たしてどうだ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 、慎重にどうだ、決めた、下克上達成か、奇跡の瞬間、なんとまだジャストパットがあった、さすが名誉教授、とりあえず2人ともそのギアちょうだい。いや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 、アフレコって難しいっすねま、実況でも大したこと喋れてませんがね、ラリーお疲れ様でした。なんとかなんとか、うふいギリ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 もギリギリだね、すごい。月曜日の朝仕事前65、6位だったのにラストの追い上げ、皆さんさすがでございますが、なんとか75位に入れたので、たくみちけが25枚ゲットでございます。さらに6枚ね当たりましたんでね、でこのご覧の通りね、40万コインぐらいだったのかな、それが30万コインで初期投資で30万コインに減ってからの今なのでね、いやはやはや楽しみですね。今撮影、2月20日月曜日に撮影しておりますが、配信おそらく21日の火曜日ですね。それまでに、このね、匠報酬もあるので、付け加え配信で、この動画が終わった時にいくらのコインになっているのか楽しみでございますね。70万目標にしてましたが、もっといきそうですね。さあ、そんなこんななので、ラリーに関係ないね。ドバイのところも含めてなんですけど、このね、コンペのね、ミッション、あと今回以外にね、まだ残っている方は皆さんね、確実にやっていきましょうね。あとは、スタミナドリンクもこんな溜まっちゃったんでね、これもやってね、20個もやってね、さらにコイン貯めないといけないですね。まだまだコインが貯まるチャンスが小橋にあるんでね、助かっております、助かっております、ありがとうございます、いつも運営さんありがとうございます。はい、ちょっと先に VTR をお見せしまして、残ってるかな残ってるかな残ってろ残ってろ、おおお、これかな、来ちゃったんですよ。あのね、あんまりランクマ中心でやってたんでね、ラントナさほどプレイできなかったんですけどね、せっかくラントナメダル、がね、2倍なんでね、1000割りたいなーと思ってね、最終日の夜ね、ちょろっとプレイ、ちょろっとっていうかね、ほんとね、最終日の夜、11時台ぐらいにね、1回プレイしたらって感じですね、11時台、10時台ぐらいでしたっけ。そしたらなんとね、
あこれよこれ鳥肌立ちましたね。うわーっつってね。んでね、よっしゃよっしゃっつってね。でだーってどこだ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 、どこ行った、これか、はいね。次のホールではブレを確認してイーグルを取って、さあこの最後のね、ショートでっていうところで、これを取れば7アンダーじゃーってね。それまで6アンダー2回だったんですね、全然プレイしなくて。くわー、なんとか入った、ねじ込んだって感じですね本当に。その結果、トータル7アンダー、6アンダー、6アンダーの、マイナス19になったのかな。で、順位の方がこちらでございます。227位。ゾロ目惜しいまあ、ただ500位割ったので、ラントナーメダルがね、3800。でかいっすね。ありがとうございます。この5万3000からさらに3800付け加わる感じですかね。ですね。付け加わり、終わりました。ってことで、フレンドさんの順位を先に見ましょうね。ジークータミックさん22アンダー、すごい。マイナス8があったってことですね。いやー。で、マナミンさん21アンダー、レモンさん、クンクンさん、シノン、ですね。で、シノンさんから20アンダーですね。ムックさん、HYO さんですね。そして19アンダー、ワイハーウッズさん、ブラックさん、ギュさん、ギュさん、ギュさん。で、小橋ですね。はい。で、タカポンさん、マタシさん、ナンナンジャーさん、DJ イオさん、マッスーさん、ダイオーさん、ファミリアさん、名前省略さん、アーチンさん、TK タカさん、山崎智也さん、ナバーロさん、P2 号さん、イワヒョンさん、カズさん、ウキョウさん、ランスさん、ワチさん、シロさん、タラタラひなこさんまで駆け込みで3800メダルおめでとうございます。はい、ポンコツ一番さん、コウイチさん、マーミさん、ピッコロ大魔王さん、レフトさん、一番さん、ゲゲノスケさん、クラガさん、ラムさんって呼ぶんですね。パッパラ言ってる人さん、エグゼさん、シシカバさん、桜井さん、KK さん、レイラさん、抜けサクさん、ビビさん、キョウさんですね。キョウさんから、17アンダーですけど、シナンジュさん、1000位ちょうどってどうでしたっけ、報酬上がるんでしたっけ。ああ、ごめんなさい。ちょっと覚えてないですが。とりあえず、今日さんまではね、今日さんまでは、3400メダルかな。おめでとうございます。てんてんさん、はやとさん、もぐもぐさん、けだんさん、さとしさんから16アンダー、つばささん、もげのとり、ほうへんさん、ウリリンさん、アップストーンさん、オーカさん、ジョーカーさん、シンさんですね、ヒロミさん、EJ ライトさん、パムさん、ハナミさん、シューマハネオの強さん、マユさん、麦酒造さん、イチゴさん、ショコさん、ネコトラさん、アンドさん、チームの強さん、タカシ 100% さん、アユさん、ハッチさん、国龍さん、西安さん、トキワさん、白露さん、ももさん、ミックさんまでですね。はい、3000以内おめでとうございます。今週は小走りな、MGC も、ラントナもちょっと休憩しようかな。ラリー頑張りすぎた。っていう感じです。ラントナメダルは通常どうなの？ラントナメダルまた2倍
また頑張んないとかな。ちなみに1000位ちょうどって、あ、1000位ちょうどは変わんないか。999が。ってことは、ゾロ目惜しかったんですね。ドンマイでございます。はい。では、ガッチャリましょう。はい。得た報酬をね、回していければと思いますがね。まあ、コイン変換、コイン変換。一つだけまあまあ、この4枚取っときますかね。さあ、匠さんは、今の、18枚に25枚付け足すので、43枚。楽しみでございます。さあ、ってことで、第72回、スーパーミンゴルフェスでございますが、ちょっと、コバルトギアだってよ。ねえ、コバルトギア。これ、コバシ、取んなきゃいけないやつでしょ、名前的にね。ね。頼みますよ。これスリングで、コントロールのシートがついてたらまさに取らないといけなかったですけど。そこは S なんだなって思いつつも、まあ、取らないとですよね。11枚。うん。で、ウェアさんはちょっと初めて見る。スリング超スピンか。あ、ジャストインパクトチャレンジあんのか。どうしよっかな。ちょっと最近ジャストインチャレンジがないギアがね、ギミックとか当たってるんでね。あー、取っちゃおうかな。持ってないんで一個揃えとくのもありですよね。スリング調子。あー、なるほどね。能力アップスキルがないのか。何パーセントアップがね。ああ、迷うな。どうしよう。親が当たれば。うん。来ないな。お、プラチナ。トップス当たれ。当たれ、トップス。トップス来い。来い。トップス。来い。トップス。はい。まあ、まだチャンスある。ちょっとね。今回のフェス知見報酬があるまで、ちょっとね、様子見でございますね。さあ、ギア行っちゃいましょうね。コバルトさん。コバルトさん。コバルトさん、いらっしゃい。コバルトさん、いらっしゃい。コイン変換が2つでございました。お、なんかめっちゃコイン変換出るな。ええことですな。コイン変換、コイン変換、コイン変換。コバルトさん、いらっしゃい。コバルトさん、いらっしゃい。ダメだ。ギアのガチャ運だけは回復できない。
コバルトさん、いらっしゃい。はい、まあ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 、まだフェスは始まったばかりですからね、コインも貯めてね、どのくらいまで行くか迷いますけどね、やっていきましょう。はい、以上小橋でした。バーイじゃないか、あの付け加えます、あの匠知見報酬がどのくらいになったかね、付け加えますので、目標70万到達したのか見ておいてください。以上、小橋でした。バーイ。
笑>